はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は青森県の看護師の正社員3年目26歳の方の給与明細です。最終学歴大卒で、仕事内容は医療的ケア児も対応可能な児童発達支援、放課後などデイサービス事業所にて、脳性麻痺などの18歳までの児童に対し、吸引や、えー、栄養注入、酸素療法などを実施しています。 また発達障害児に対して常勤の保育士が個別支援をメインに療育を実施しています看護師として雇用されていますが医療的ケアが不要な,、えー、不要な児童の療育や保育にも関わっています、えー、必要な資格やスキルが看護師免許と小児科、えー、医療的ケア児重,重症・重症心身障害者へのケア経験保育・療育経験、えー、在宅分野の就業経験 勤務時間が1日8時間で残業が30分から1時間収入が月収27万年収320万ボーナスが年2回1ヶ月分、えー、まあ小児病棟みたいなところで働きたい方へのアドバイスとしては苦しい痛いなど自分で伝えられない児童がほとんどですので児童の些細な変化に気がつけるなるべく冷静でいること広い視野と知識が求められますまた意識が常勤ではない施設がほとんどでしょうから 自動の緊急時には優先順位を意識した動きが大切になります。とまあこんな感じでアドバイスを書いてくれています。で給与明細で、えー、基本給21万800円残業手当1万3700円通勤手当1万8700円正金手当1万資格手当4万処遇改善3000円で組織給が29万6261円 そこから控除引から引れてて手取りが万円となっています、えー、今回は放課後デイサービスなので乗、えー、せまひが残る子などを中心に見ている方の給与明細でした、まあ、看護師として働かれているということで、まあ、看護師も幅広い就職先があるなっていうふうなことが分かる給与明細でした常、えーまあ、日勤でこれだけの給料もありますし、えー、看護師の中では、えー、結構 まあ言い方もあれですけど夜勤なしでこれっていうのはかなりいい方なんじゃないかなって思います今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします